その案を作ってみたから見てほしいんだけど、いいかな？ええ、もちろんいいけど。あんた、昨日は早めに休むって言ってたわよね。本当に休んだ？うん、いつもより2時間は早く寝たよ。企画は朝、いつものジョギングしてる時に思いついたの。まあ、いつもより多く寝てるなら大丈夫かしら。その調子で休める時にしっかり休んでおきなさいよ。その方が頭も体もパフォーマンス発揮してくれるだろうしね。うん、そうするね。ありがとう、アイリー。はるかちゃんっていつからペンギンが好きなの？小学生の頃からかな。よちよち歩きなのが可愛くて。そんなに前から好きだったのね。うん、ペンギングッズによくあるまん丸なフォルムが見てて可愛くて癒されるっていう感じで。でも本物のペンギンも好きだよ。気持ちよさそうに泳ぐ姿はずっと見てても飽きないな。その気持ちちょっとわかるわ。私もしーちゃんのことならずーっと見ていられると思うから。でも本当にしたら怒られちゃうかもしれないわ。はあ、残念。はるかちゃん、あの一つお願いを聞いてもらえないでしょうか。どうしたの？そんなに改まって。遠慮しないで言ってみて。一緒に勉強会がしたいです。もうすぐテストだし、クラスの友達とも一緒に勉強してるけど、はるかちゃんともできたらいいなって。勉強会か。昔友達として以来だな。いいよ、やろっか。本当？やったー。よし、まずは部屋を片付けておかなくちゃ。お互い話